安倍総理はロシアのプーチン大統領と会談し、今年の秋を予定していた大統領の来日を来年まで先送りして再調整することで一致しました。今日はしっかりと時間をとって平和条約交渉法、そしてまた国際情勢についてウラジミルとお話をさせていただきたいと思います。第二次安倍政権で7回目となった今回の会談は、冒頭からお互いをファーストネームで呼び合い、和気あいあいとしたムードで始まりました。1時間半にわたった会談で安倍総理はウクライナ情勢について、分離独立派の選挙が事態を複雑化させていると述べ、停戦合意の完全履行にロシアが建設的な役割を果たすよう求めました。またウクライナ情勢の影響でこの秋の予定が実現していないプーチン大統領の来日について、両首脳は来年の適切な時期まで先送りし、その準備として次官級協議や岸田外務大臣のロシア訪問などを進めることで一致しました。安倍総理としてはウクライナ問題で溝ができていたプーチン大統領との個人的な信頼関係を今回の会談で埋めたことで、北方領土の返還に向けた協議再開につなげていきたい考えです。